23日日曜日大阪なんかを行ってきました。青筋アゲハが枯葉や白爪草に止まっていましたね。水を雨が降ってましたんでね、水を吸ってるような感じもしますが、羽ばたきの丘、さえずりの丘、この辺りは青畑や小鳥がよく出ます。じっと待ち伏せをしましてね、小鳥を待つのがいいと思います。青畑が言いました。つがいでしょうか、ニュアで言いましたね。青葉とですね、この大阪南港で見るのは初めてです。とても嬉しかったですね。まあ、数週間前に服部緑地公園で13羽の群れを見ましたけどね。そしてですね、オオルリをまた見ました。このオオルリはすごく人懐っこくて、同じところを行ったり来たりしてましたね。常備滝状態ですね。とても撮影がしやすかったです。まあ、オオルリを見るのも本当に幸せな気持ちになりますね。敷地の観察のために展望台へ行きました。イソシギがいましたね。すぐね、メダイ一度に追われてどっか行っちゃいましたけどね。ケリがですね、いました。まあ、田畑に多いんですけどね、ここでは珍しいですね。コチドリがいましたね。首の黒い輪がですね、太いですね。太いところと細いところあるんですけどね。チドウチドリもいましたね。これはね、コチドリと違いましてね、胸のところで輪がね、消えてるような感じなんですね。前が開いてるというような、白チドリです。メダイチドリがたくさんいましたね。羨ましいですね。私のホームグラウンドは実は甲子園浜ですが、メダイチドリあまり来てくれないんですね。かなりいましたよ。まあ、パッと見て10羽ぐらいいましたんで、じっくり見ますともっといるでしょうね。メダイチドリ、綺麗ですね。胸の赤色、頭の赤色、赤茶色ですかね。綺麗です。いますよね。オオソリハシギを見ました。
もう本格的に群れがやってきた感じがしますね。手前はメダイチドリ。小さいですね。同じようにくちばしが沿ってるんですけどね、上に。ソリハシギがいました。これがメダイセリア。オーストリアシギより小型で、結構種類いるな。キヤシギみたいな。双眼鏡で見ますと、くちばしが大きくて、ソリハシギだなということがよくわかります。トウネンもいましたね。トウネンはね、頭のあたりが茶色でですね、これ夏バネですね。トネがね、まあ6ついます、5つ6ついましたね。トネですね。このソリアシギの手前にいるのはトネです。そしてですね、注釈主義もかなり来てますね。この私がカメラで見たあたりだけでも7ついましたからね。1、2、3、4、5、6。そしてね、草むらの中に7つ目いるでしょ。で、下にもいますからね、8はいるですね。8は、ただね、草むらで確認しにくいんでね、まあ一応7羽以上というふうに言いたいと思います。8はいると思いますよ。で、この辺りだけでね、この草むらのもっと鬱蒼としたところいるかもしれませんので、8羽以上、7羽以上というふうに、言っておきたいと思います。それからこちら側にはですね、キアシギがいましたね。キアシギはですね、これもまあもっと言いそうな気がしますが、5羽確認したので5羽以上と。まあいろんな方を合わせるともっといるんでしょうね。ハマシギがですね、これは1日前になるんですけれどもね、ハマシギが10羽以上いましたね。もう大阪なんかは見ての通りですね。なんか水辺と向こうにですね、まあ石というんですかね、なんとなく石
ゴロ大石よりもちょっとなんか歩くと怪我をしそうな石ですけどね、そういうのが転がってますからね。これ注釈式見てもらうとその間にくちばしを挟んでカニを狙ってるんだと思いますよ。まあ大阪湾にケフサイソガニが多いんでね、ケフサイソガニ、イソガニ、ヒライソガニあたりはこのゴツゴツした岩の間で生活してると思うんですね。こういう状態なのでシギチドリがいっぱいやってくるんだと思います。大膳もです、これ数日前撮った映像ですけどね、大膳も一つ来ていましたね。4月24日、私が確認したシギの仲間は注釈シギが7以上、オーストリアシギが1、アマシギが10以上、東南6以上、ソリアシギが1、イソシギが1、キアシギが6以上です。確認したチドリはメダイチドリが10以上、大膳1、ケリー1、シロチドリ1、コチドリ3ですね。非常に多い。4月24日、まだ最盛期になってないんですよ。でこれがです私のホームグラウンド、まあ、家に近所ということでホームグラウンドに行ってますが、甲子山ですが、干上がってるんですけどね、こう超レアな宝禄シギがいたんですけれども、これ23日ですね、見ての通りですね、この広いその砂浜にこの珍しい宝禄シギが一つだけいて、これ見てください、なんもないですね。もっといい甲子浜にしたいと思っております。見てくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。探検発見ホット犬、見てくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。